本当ね、切り手側に意識を持って切り手ってみんな緩かったりするので切り手に気持ちを、これついた時のみんなこっちの力を持って、で、さやが普通にこの状態で手を出します。この状態で押して、押そうとして、押すね、押してもしっかり、しっかり押して動かない、肘伸ばしてもらう、で、この状態で、あ、これやりましょう、この状態で、この状態でやるでしょ、したら、言うたら拳で言ったらここにみんな力入れてるから止まりやすい、グッて、でも、こっちを力のバランスを取るので左手側にこう合わせて、こっち側に力を入れる、そしたら、体の中が整うけん、普通に戻すと抜いて、例えば、今からゆっくり押すよ、抜いて、この感覚がある、押されたらその感じ、この感じ感じ、この感じがここにグッと寄せたら力を取れる、こっちはこの感じ、すぐそう、重心がついた時っていうのはバンとするとここに気持ちがみんな行く、これガッて重心がガッて重心がしたら重心ここじゃない、ここに全部気持ちが、だけどこっちが弱いって当たってるのが弱い、ついたりしたときに体の体幹をしっかり整えておくことがこういう状態をつけるときに、ここは関係、おまけなの、こっち側はここだったら締めれるとなので、この状態で例えばスッて押したりするときに、押すってなったらここが接着してるから、接着してるからここに抵抗するんですよ、じゃなくて自分の体をしっかり呼吸吐いて重症化する、整えた上に、でも触ったらここに感覚が来るけん、こっちに来る、じゃなくてこっち側をグッと締める、グッと、それからです、まず普通に押す感じで、で呼吸をふーっとして出して、でグッと締める、下から体にグッと出して、うわー出したりする方ばっかり力が出てしまったら全部ここに入れて受け取っていくと取られてしまいます、なので引き手側だったりとか、そのこっちが陽でいったらこっちが陰だとか、陰の方もちゃんと力を振っておかないと体が整ってないで、どんだけ腕こう力がこれがあったとしても握っとくとこっちが整ってないと崩れるし、だから整える上でこっち引き手っていうのは力をちょっと締めてもらう、そのタイプにも意識を、陰と陽を合わせて意識を出さないと次の技も